こんにちはキーコーチです6ヶ月いただければ人生最高のスイングにしてみせます今回もグラントをお呼びしております久しぶりじゃない1週間ぶりだねでは最近の練習とかについて少し話してくれないかな 前回のレッスンの後から前腕の回転には注力していて最初は良かったんだけどラウンドを重ねてくるとまたクロスし始めてたんだよねなので今日は回転のタイミングについてやりたいね今月に4回レッスンをしているけど。 マッスルメモリーを変えるまであと45回は必要かな今日のレッスンは大きく内容は変わらないけどなるべく飽きないように僕も楽しませるよじゃあ面白いことをやっていくよアーリーローテーションへの着手だよ初めてちゃんとやるねまずこれは骨盤の回転の問題だよね 手が降りてくる前にこんなになると問題だジュニアの典型的なスイングでもあるまずこれが1点目2点目は骨盤の傾きで回転が速すぎるとこうして右骨盤が上昇する特に長い番手だとこうなりがちでしょ確かに。 ここが改善を要するる点目になるよ。だから回転の順序を変えるだけでなく傾き次第もいじっていく必要があるなので切り返しでまず右股関節を後ろに押しつつ下げて手も同時に下ろすそこから体勢を維持したまま回転していく感覚が必要だ だから、今とまるっきり違う感覚だと思うまずはクラブなしでやっていくよ腕を前に組んでトップで止まってここにボールとソケットがあるんだけどまずここを押し下げるそんな感じいつもはこんな感じ 特に長い番手はね。もう一回やるとこんな感じこれが本来の切り返しのあるべき姿ローリーがいいお手本なんだよね。トップから切り返しで彼はこんな感じだよね。 ちなみにダスティンは対極的にこんな感じだしローリーはいきなり回転もチるともしないそれと同じ動きを目指していくよもう一度トップで止まってじゃあ右股関節を下に押し込んで こここで初めめて回転を始める。これが正しい形だ一つ目の動きを押して今度は悪い例ね骨盤を球に対し直線的に近づけるのは n g 一つ目の動きはこうねそして二つ目 OK これをマスターしようねやりがいがあるねとりあえずはフルスピードではやらないよ他のと比べてかなり難しいしねじゃあトップで止まってここから3秒数えて1つ目の動きをしてハーフウェイダウンまで下ろしてきたら また3秒止まってからスイング。2回目で止まってからこんな動きはエ g ーね。止まった後戻るのはなしだからね。じゃあ、トップで止まって。3秒止まって。行き過ぎ。この辺で止まってね。 で、また3秒数えてスイングこけないようにね繰り返しやっていくよトップで3秒止まってハーフウェイダウンでまた3秒止まってじゃあ今度は悪い例をやっていくよ 一つ目の動きを終えたら、悪い方にサポートするからね。馴染みがあるでしょもちろん。実際あれくらいの量でやってたからね。YouTube ではここまでの公開となります。では今日の内容を振り返ってもらおうか。 まず何より思ったよりもスイングが良くなったんだオンプレーンになったしクロスもしてないしそれから足やアーリーエクステンションにも着手した次回のレッスンも楽しみだね僕もだよ今後のスイング改造のプロセスも話したから何が必要かも理解できたと思う じゃあお知らせとかがあればやってくれるかな僕のインスタはゴルフアンダーバーゴッドワンデーそしてメインスポンサーはベータカタリストパフォーマンスゴルフスタジオさらに渡辺建設などなどインスタでは練習や僕の生活を除けるよ詳しくは下のリンクからチェックしてね 今後グラントと面白いプログラムを立ち上げるから。みんなも楽しみに待っててね。ではまた次の動画で。